一ゴル、こんにちは、プロゴルファーの市原達彦です。今日は、ボールの企画なんですけど、どういったことをやるかというと、1球200円弱、1打数2000円ぐらいで買えるボールの、テスト、ちょっと解析をやっていきたいと思います。アマチュアの方からも、そのぐらいのボールどういう性能なのか、ちょっと解析してほしいっていう声もちょっといただいたので、ちょっと今日は主要5メーカーボールを揃えたので、トラックマンを使って打っていきたいと思います。はい、なんかめっちゃ柔らかい感触柔らかい、はい。まあ自分の使ってるブリディソンさんのボールと比べてですけど、はい、今キャリーで160、はい、でスピンが5440、はい、クラブスピードは 35.1、はい、あれはどうですか、高さは。はい、ハイは 26.6。 あー、結構上がってますね。ちょっと聞いてみます。感触は結構いいですけど、まあ、同じぐらいですね。キャリー165の、165.8 のスピンが5500。ハイが 28.4。クラブスピードは変わらず 35.2。なんか、ちょっと飛んでる感じがしました、ボール。飛んでる。自分が使ってるボールと比べて。スピン量がだいたいいつも自分が使ってるボールだと7000回転ぐらい入るんですよ。でも5500回転ぐらいです。5500ぐらいです。なんかめっちゃいいんですけど。変わらないですよね。キャリー 165.4。はい。スピンレートは5610。うん。クラブスピードは 35.5。ほぼ変わらず。はい、ハイが 29.6。ああ。自分はあれっすね。欲を言えばもうちょっとスピンが入ってもらいたい感じですけどね。はいはい。結構、前に結構行ってくれるボールなのかなって。飛距離重視と。飛距離重視なんですかね。うん。あ、やっぱりスピン量が少ない方が距離は飛ぶんですか？飛ぶんですけど、グリーン上でやっぱちょっと止まりづらいっていう。はい。うん。デメリットはあるんですけど。前に行ってくれるんで、飛距離っていう面に関しては、まあ、いいんじゃないかなと思うんですけどね。はいはい。感触もそんな弾き感ないんですけどね。うん。柔らかくてくっついてる感じがして、フェースに。うん、どうですか？キャリー 155.1、はい、スピンレート5510、はい、ハイ 25.4。 なんかさっきの本間さんのボールとそんな変わらない感じですよね。変わらないですね。まあ、ちょっとダフった。はい、飛んでないんじゃないですか。156.4。はい。で、スピン、5710。はい。ハイが 26.3。大体でも同じぐらいなんですか？同じぐらいですね。打感もなんか似てます。さっきの。似てる。このボールと。はい。柔らかいですか？柔らかいです。うん。クラブスピード 36.1。はい。キャリー159。スピンレート5730。はい、27.3。ああ、でも、そんな変わらないですね。ね。だいたい同じ。打感も、そんな変わらないです。うん。結構飛び系って感じなんですかね。距離がちょっと、あれですかね。さっきの本間さんに比べて少し。うん、気持ちですよね。気持ちですよね。感触は、そんな変わらないですね。はい。これはなんか感触が違う。違います？はい。どう違う？なんかすごく芯がある感じがする。芯がある？なんかすごい、なんだろう。ぐにゅーってくっつく感じ。重い感じがする。打感が重いです。はい。うん。
一応、キャリーは160で、そんな変わらないんですけど、はい、スピンレートがちょっと増えて、5890。あ、で、ハイが 29.2、一番今までで高いかもしれない。なんか、個人的には結構、今打った3種類目の中では、自分は結構これが好きかもしれない。うん。いい。自分は好きです。あ、キャリーが一気に伸びましたね。168。はい。スピンレートが5210。ああ、少ないんだ。で、ハイが30。あ、結構球高くなってますよね。ね。で、クラブスピードはさっきと同じで 35.8 ぐらいです。それで168もキャリー出てるんですか？出てますね。なんだろう。当たった時のしっかり感っていうのは結構ありますね。でもやっぱり今、これ好きかもって言って打ってるから、なおさら、ハマったんですかね。なんか一発目、はい。打ち比べてみて。パッケージが気に入ったんですかね。いきます。ちょっと当たり悪かったかな。いや、でも、飛んでますね。165.2。スピン5430。クラブスピード 36.1。ハイがね、26.5。下がりましたね。まあでも平均すると結構。28.6 です。球高めですよね。高めですね。うん。いい、結構。感触的には今のところ一番好きですね。さすがプロですね。なんかちゃんと 35.7 ってこうヘッドスピードは揃えてくるんですね。なるべく揃えるように。はい。ボールです。飛距離が 163.7。スピンが5610。はい。ハイが 27.6。ああ、でもそんな変わらないですね。変わらないです、ね。全部。柔らかいな感じですね。同じくキャリー 164.7、スピン 5590、ハイが 27.8。ほとんど変わらないですね、全部。うん。いきます。どうすか？お、キャリー 168.5。はい。スピンレート5370。うん。ハイが 28.1。ちょっと上がりました。で、クラブスピードも 35.7 が変わらないんですよね。うん。だから、そんなにデータ的にはそこまで大きく変わってないですよね。変わってないですね。うん。なんか、その瞬間の多分、微妙なインパクトの違い、うん、で、飛距離が微妙に変わってるとか、スピンの量がちょっと変わってるかな。うん。なんかボールの色が一番なんかこのタイトリストさんのボールが一番鮮やかに。白がですか？白が鮮やかに感じますね。そういうのって大事ですか？プロとして。やっぱり。いや、結構見た感じの色って大事ですよ。あ、本当ですか？うん。カラーボールとか好む人は結構ボワーっと見えるんで、そんなに球に集中しすぎなくていいとか。うん。個人的にはそんなに鮮やかな白は好きじゃないんですけど。あ、綺麗すぎちゃう、ね。なんか、はい。上すぎるかもしれない。いきます。はい。はいはい。クラブスピード 35.5。はい。キャリー 162.2。はい。スピン 5520。はい。はい。28.5。データ変わんないですね。変わんないですよ。打感はでも、全然違いました。結構カチッと音がするというか、甲高い音がするんで、うん。しっかりした打感を好む方には、結構いいかもしれないです。うん。硬めの打感っていうんですか？はい。どうですか？はい。クラブスピード 35.6、キャリー 159.9、はい、スピン
5920。はい。はい、29.6。高さとかあんま変わんないですね。変わんないですね。でもスピンこれ一番多いですね、5920。そうですね。いきます。うん。ラスト1球。クラブスピード 35.4。キャリー 161.3。スピン 5050。はい、26.3。はい。あれですね。という感じです。距離的には、高さ的にはなんか全部そんな変わらないですね。変わらないですね。うん。スピン量もそんな変わらないし。26から30ぐらいの間ってもうほぼ一緒と考えていいんですか？いや、そんなことないですけど。はい。うん。まずちょっとドライバーも試すんですね。そうですね。ドライバーとコース内でアプローチ。ちょっと、打ってフィーリングをちょっと見ていきたいんで。結構アプローチ面白いと思うんですよね。で、差が出てくる可能性も。差が結構出てくると思いますよ。今7番だけで考えたらどれが一番好きなんですか？テーラメイド。テラメイド。やっぱり。テラメイドなんか打感と、高さと、距離。うん。まあ一番距離は出てましたよね、平均で。出てましたよね。はい。うん。そうですね。テラメイドの打感が結構しっかりした感じで自分は好きです。はい。じゃあ今度はちょっとドライバーに行ってみたいと思います。ドライバー結構やっぱ飛距離に直結するんで、興味が。自分もあるんですけど。まあ、また、左側から。なんだけどな、どうすか。結構変わらん。変わんないですね。あんまりだからあれですよね。アイアンもドライバーもそこまで性能的には変わってないですよね。変わってないですね。なんか打感が好きか嫌いかで選んだ方がいいって感じなの。じゃあ次アプローチいきます。アプローチ。ピンまで20ヤードで、はい、エッジ越えたところまで10ヤードぐらい、はい、まあ、キャリー12ヤード出して8ヤード転がしてピンに寄せていくってアプローチ、ちょっとどうなるか打ってみます、はい、うん、柔らかいですね、打感がすごい。打感が柔らかい、うん、ほんまの D1 ボール。打った時にポンって上がりやすいんで、はい、距離感ちょっと作りやすい気がしますけど、うん、いい感じですね。ワンパット圏内にちゃんと持ってきますね。そうですね。で次はツアーステージエキストラディスタンス、はい、ちょっと同じ感じで打ちます。
なんか出玉上がりますね。出玉結構上がりましたね。なんか打感似てます。似てます。うん、アイアンとドライバーも似てましたけど、アプローチも似てます。うん、なんか高さも同じ感じに飛んでってないですかね。そんなに大差ないというか。なんか一緒ですね。一緒？打感が、打感となんか飛んでく感じが本間と。でも本間より少し高さ出てる気もします。まあ1球目だけちょっと出たですけど、はい、他はそんなに変わってないですね。次テーラーメイドさん行きます。はい。惜しい。入れようとしてる。そうですね。ごめんなさい。テーラーメイドじゃなかった。セリクソンですね。セリクソン。こうでした。ごめんなさい。今のセリクソン。今のがセリクソンです。ちょっと下くぐっちゃったんですけど。時間的にもそんな変わらない。変わらないですか。変わらない。本場さんツアーステージ今スレクソン打ってきて、次テーラメイドいきますね。テーラメイド、テーラメイドがあれですよね。アイアン結構自分が好きだって、好きだって言ってましたよね。出玉が高い、うん、寄りますね。でもあの打感はやっぱ一番柔らかいですね。一番柔らかい。うん。うわ、食いつく感じは一番これがありますね。食いつく？うん。フェイスに、はいはい、結構乗ってる時間が長いというか、感覚的に。最後、最後タイトリスト。タイトリスト、なんかアイアン打った感じだと結構ポンって上がってくれそうなイメージがあるんですけど、はい、あ、なるほど。打った時にこうカチッって球の音がするのはやっぱタイトリストのボールが一番しますね。高い音がするってことですか。高い音が、はい、うん、どうですか、結構見てて、うん、高さはみんなそんな変わんない感じですよね。変わんないですね、うん、なんかちょっと高くなったりすることもあるけど、総じて特別それで 高いっていうほどでもないですね。そうですね、しっかり当たった時に、しっかりアプローチした時に、結構5球ともみんな高さも一緒で、はい、うん、スピンの感じも全部一緒なんで、はい、あとはまあどうだろう、総括すると打感とかの好みで選ぶのがいいのかなっていう感じはしましたけどね。あ、じゃあこの5種類1打数2000円ぐらいでしたっけ。そうです、2000円、うん、ぐらいのボールだと、はい、性能的にもそんなに変わらないってことですもんね。そうですね、トラックまで測った感じも全然性能そんな大きな大差はなかったですよね。だから打感だったりするので、打感とかで選ぶ方が僕はいいと思いますけどね、うん、まあ、一番最後のタイトリストなんかで言うと球のカチンっていう音が好きな人は、はい、タイトリストがいいかもしれない、はい、でまあ音がそんなにしないってなるとテーラーメイドさんになると思うんですよ、はい、で本間さんツアーステージ3、スリクソンさんは結構自分の感覚では、うん、打感とか飛び方とか全部似てるなっていう風に感じたんですけどね、はい、うん、一番自分が使うんだったらどれだろう。自分ですか。まあ自分は結構芯がある打感が好きなんで、はい、打感だけで言うんだったらテーラーメイドさん、はい、うん、
データ的にはそんな変わらないので、もう本当打感で選んじゃいますね。テーラーメイドさんの打感が僕は結構食いつく感じと芯がある感じがすごい好きだったんで、はいはい、でも飛距離とか回、スピン量とかはそんなに大差ないってことですもんね。そこまでないですね、手に伝わる感触は違うですけど、データ的にはそんな変わらないと思います、はい、じゃあ、まあ、一通り買ってみて使った好みでいいってことですか、ね、うん、そうですね、それが一番いいと思います。わかりました、はい、ありがとうございました。じゃあチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。